負け試合を本当最後の最後で追いついた、まあ、その本当追いついたっていうところは本当良かったんですけど、その、立ち上がり含めてやっぱり自分たちのサッカーができ終始できてなかった試合でしたね、はい、そうですね。やっぱりあの、自分たちのでもボールの回し方もちょっと良くなかったです。だからそこの、どこの風にするかっていうのをもうちょっと整理しないと、ああいう形で相手の前で回すだけになっちゃうかなっていう印象です。こういう戦いがやっぱり勝ち上がっていかないと本当僕たちどんどん、道は開けないので、やっぱり今日はまあ引き分け、それは本当チームの力で勝ち点1取ったんですけど、本当勝ち点3を取りに行きたいなと思います。本当は観客として、無観客の試合が続いてるんですけど、リモートとかいろんな形で応援してくれてる中で、本当勝ち点3を届けるのが僕らの一番の、サポーターへの思いに応えると思うんで、残り2戦本当2つとも勝って、みんなで、喜びを分かち合いたいです。